テザーカーのレーストラックテザーカーとは、原動機を搭載した初期の競技用模型自動車である。寸法は、全長30から6 0センチメートル全幅7.5から1 0センチメートル程度で、直径7.5から1 0センチメートルのゴムタイヤで走行する。車体は中造の金属製で、頑丈な駆動系を持つ。エンジンはニトロ、またはメタノールを燃料とし、 排気量は1.5から 10cc。潤滑油として、し油を燃料に混合する点もラジコン用エンジンと同じである。初期のエンジンは点火プラグタイプだったが、後にグローエンジンが使用されるようになった。2015年以降は、バッテリーで駆動する、電気モーターを使用したものが登場した。車体は、 金属製のケーブルで中心の柱に結ばれていて、直径19.9メートルの円形のコースを周回する。テザーカーは1920年代30年代にかけて開発が始まり、今日なお製造が続けられており、レースに用いられるほか、コレクションの対象となっている。当初は職人による手作りであったが、後にドゥーリング・ブラザーズ、ディック・マッコイ、 BB コルンをはじめとする多くの事業者により少しずつ商品化されるようになった。1930年代から60年代に作られた初期型のものはコレクションの対象となり愛好家の間で数千ドル以上の高値で取引されている。現在でもアメリカンミニチュアレーシングカーアソシエーションによりレースが行われておりニューヨーク州、カリフォルニア州、 インディアナ州にそれぞれレーストラックが設けられている。現在最速のものは時速3 2 0トル以上で走行する。競技者は押し掛けで走行を開始した後、どのタイミングで速度を測定するかを決める。競技者がボタンを押すと同時に発周に要する時間の測定が開始される。時間は1、千秒単位で測定される。ありがとうございます。